なるほど、これが旧校舎ね。なかなか本格的じゃないか。さぞやゾクゾクさせてくれるに違いない。ふふふふ、鳥肌が立っちゃいますね。全然怖がっているように見えないんですけど。あ、どうしたの？エステルさん、扉の前に。これってカード？何か書いてあるけど。招かれざる訪問者よ、我が仮初めの宿へようこそ。千年の呪い、恐れぬならば我が元に馳せ参じるがよい。第一の呪いは大広間に。うつろなる炎を目指せ。ひょっとしたら発火現象かも。ポルターガイスト現象などで時々起こるらしいけど。うん、ずいぶん挑戦的な幽霊だね。僕たちに謎かけをしてきたか。上等じゃない。生きてる人間様を舐めるんじゃないわよ。強がりもそこまでいけば上出来よ。それにしても、うつろなる炎を目指せか。多分大広間はその扉を入ったところにある大きな玄関広間だと思います。調べてみる必要がありそうですね。うん。食材のことでしょうか。確かに一つだけ炎が灯っていないわね。よし、調べてみようか。第二の呪いは教室に。南を向く生徒を探せ。でも正解だったみたいね。うん、今度は教室だね。無人にもかかわらず南を向く生徒か。確か教室は左翼の1階と2階に2つずつ、合わせて4つあったはずです。コンパスを確認しながら調べた方が良さそうね。他の席は散らかってるのに、ここだけちゃんと置かれてるね。向いている方角も真南。多分ここじゃないかしら。それじゃあ調べてみるわね。第三の呪いは庭園に。落ちたる首を探せ。と正解みたいだけど、次はどこになるのかしら。庭園と落ちたる首か。随分と大行だが、これも何かの比喩なのだろうね。
ちたる首、条件に合いそうな気はしますね。うん、多分間違いないと思うわ。今こそ呪いは成就せり。最後の試練を乗り越え、いざ我が元に来たれ。謎かけはこれで終わりみたいね。呪いは成就せりってやたらと嫌な感じがするけど。いずれにせよ、その鍵を使えということだろうね。会う場所を探してみようじゃないか。竜の像みたいね。この像は確か昔からここにあったと思います。かつてリベールに生息していた古代竜をかたどったものらしいですけど。匂うわね。とりあえず何か仕掛けがないか調べてみましょうか。ビンゴー。こんなものが像の下にあったなんて。悪くない趣向だ。なかなかどうしてケレン味たっぷりじゃないか。そうですね、サービス精神満点です。観光名所にしたらお客さんが集まるかも。でもさっきから思ってたんだけど、あのカードといい幽霊の仕業にしては変じゃない？確かに実体のない霊ができることとも思えませんね。それに今までの謎かけもなんだか覚えがあるような。あ、クローゼも。私もこのノリってどこかで覚えがあるのよね。いずれにしても一筋縄で行く相手じゃないわ。気を引き締めて降りるわよ。いきなり来たか。私の番ね。みんな行くわよ。僕の番だね。アーツ、駆動。任せなさい。そうはさせないわ。お任せを。ジーク、お願い。やれやれ。
そこ。お任せを。ジーク、お願い。任せて。みんな大丈夫？私の番かしら。やれやれ。さてと。行くとしようか。任せなさい。はっ。あら、もう終わり。かなり手ごわかったわね。それにしてもここって地下の遺跡？そうですね、中世のものだと思います。こんな場所があったなんて。うん、魔獣の気配がプンプン漂っているね。さしずめ、この地下遺跡がカードにあった試練かな。さすがに非戦闘員を連れて行くのは危険ね。ねえドロシーさん。はい、何でしょう。聞いての通り、この先はかなり危ないわ。あなたはしばらく手前の部屋で待っててくれる？ま、何か見つけたら呼びに戻ってあげるわよ。それなら構わないでしょ。仕方ないな。それじゃあみんな、くれぐれも気をつけてね。さてと、先に進むとしましょう。魔獣もかなり手強いわ。慎重に行くわよ。了解。わかりました。任せたまえ。任せなさい。はっ。
お任せを。やれやれ。そこ。さてと。任せなさい。お仕置きしてあげるわ。そこ。行くとしようか。逃がさん。この僕の華麗な活躍見てくれたかな。アーツ駆動。やれやれ。アーツ駆動。私の番ですね。行くとしようか。はあ。私の番かしら。はっ。はっ。私の番ね。私の番ですね。はあ。やあ。私の番かしら。はあ。え。
私の番ね。アーツ、駆動。さあ、行くわよ。お任せを。やれやれ。やっ！任せなさい。この調子。さあ、行くわよ。そこ。私の番ですね。僕の番だね。そこ。行くわよ。お仕置きしてあげるわ。僕の番だね。美しきバラと女神の祝福を君たちに。行くとしようか。逃がさん。私の番かしら。はっ。私の番ですね。皆さんお疲れ様でした。
さてと、アーツ駆動。さあ行くわよ。アーツ駆動。さてと。はあ、やれやれ。はあ、さてと。はあ、やや、れやれ。アーツ駆動。私の番ですね。アーツ駆動。私の番かしら。アーツ駆動。やこの僕の華麗な活躍。僕の番だね。
これはどうかな？さあ、行くわよ。グズグズしないの。はっはっはっ、ほらシャキッとしなさい。お任せを。ジー君、お願い。行くとしようか。お見せしよう、美の神髄を。行くとしようか。美の神髄を見たまえ。私の番ね。任せなさい。アーツ、駆動。行くとしようか。これはどうかな？任せなさい。はー、さてと。
みんな大丈夫？せやれやれ、お見せしよう美の神髄を。さてと、ジー君お願い。あたしの番かしら。そうはさせないわ。さてと、みんな大丈夫？僕の番だね。美しきバラと女神の祝福を君たちに。さてと、お任せを。任せなさい。そうはさせないわ。行くとしようか。番かしら。そうはさせないわ。あら、もう終わりなの？当然の結果だね。行くとしようか。さあ、行くわよ。任せて。
行くとしようか。これで決める。神髄を見たまえ。この僕の華麗な活躍、影もあるみたいだし幽霊じゃなさそうだけど、あなた一体何者？ようこそ我が仮初めの宿へ。歓迎させてもらおうか。仮面？エステルさんやポーリーちゃんの目撃情報と同じですね。あなたがルーアン各地を騒がしていた影の正体ですか？その通りだ、クローディア姫。お目にかかれて光栄だよ。こいつ、なんでクローゼの正体を？私に盗めぬ秘密などない。改めて自己紹介をしよう。執行者ナンバー10、怪盗紳士ブルブラン、ウロボロスに連なる者なり。
そう先立つことはない。私はここでささやかな実験を行っていただけなのだ。諸君と争うつもりは毛頭ない。実験？それはリシャール大佐が使っていた漆黒の動力器ゴスペル。しかもどうやらあれより一回り大きいみたいだね。彼の報告通り、これの存在は知っているか。このゴスペルは実験用に開発された新型でね、今回の実験では非常に役に立ってくれたのだよ。実験？一体何の実験なの？百聞は一見にしかずだ。実際に見ていただこうか。幽霊？いや、その装置を使って空間に投影された映像のようだね。そんな技術が確立されているとは過分にして聞いたことがなかったが、これは我々の技術が作り出した空間投影装置だ。もっとも装置単体の能力では目の前にしか投影できないが、ゴスペルの力を加えるとこのようなことも可能になる。ルーアンの市民諸君にはさぞかし楽しんでもらえただろう。くだらない。要するにただの悪ふざけだったわけね。悪ふざけとは人聞きが悪い。選挙で浮かれる市民たちに送るちょっとした息抜きと娯楽、そんな風に思ってくれたまえ。からくりは分かったけど、一体どうしてこんなことをしでかしたのよ。見食らう蛇って一体何を企んでいるわけ？それは私が話すことではない。私が今回の計画を手伝う理由はただ一つ。クローディア姫、あなたと相まみえたかったからだ。え？市長逮捕の時に見せたあなたの気高き美しさ、それを我が物にするために私は今回の計画に協力したのだ。あれから数ヶ月、この機会を待ち焦がれていたよ。その市長逮捕ってダルモア市長の事件よね。なんであんたがあの時のことを知ってるのよ。私はあの事件の時、陰ながら君たちを観察していた。例えばこのような方法でな。まさかあの時いたダルモア家の、もしかしてあの時市長邸から食材を盗んだ怪盗 B って。ようやく気づいたのかね。旧校舎に仕掛けたカードでとっくに気づいていると思ったな。怪盗とはすなわち美の崇拝者、気高き者に惹かれずにはいられない。姫、あなたはその気高さで私の心を盗んでしまったのだよ。ほうかならぬ、怪盗である私の心をね。なんという甘やかなる屈辱。いかにしてあなたはその罪をあがなうおつもりなのか。そんなことを言われても困ります。この酔った口調、誰かさんにそっくりかもね。しっけえな、一緒にしないでくれたまえ。見食らう蛇、なんか思ってたのと違うけど、
クローゼが狙いと聞いたらなおさら放っておけないわね。エステルさん、教会規約に基づき不法侵入などの容疑で拘束するわ。ゴスペルのことも含めていろいろと喋ってもらうわよ。やれやれ、なんという無粋な連中であろう。相手をしてやってもいいが、せっかく選んだこの場所だ。彼に相手をしてもらおうか。何ですって？何なの？嫌な予感がするね。この遺跡の守護者のようでね。半ば壊れていたところを私が親切にも直してあげたのだ。せっかくだから君たちが相手をしてあげるといい。冗談じゃないわよ。来るわ。僕の番だね。これはどうかな？僕の番だね。美しきバラと女神の祝福を君たちに。任せなさい。そうはさせないわ。しよう、美の神髄を。ハウリングパレット。僕の強さに酔いしれてしまったが、
行くとしようか。お見せしよう美の真髄を。ハウリングブレット。僕の強さに酔いしれてしまったか。私の番ですね。ジー君、お願い。さあ、行くわよ。そうはさせないわ。行くとしようか。愛と真心を君たちに。アーツ駆動戦。さてと、やれやれ。美しきバラと女神の祝福を君たちに。お任せを。さあ、行くわよ。アーツ、駆動、やっ。みんな、行くわよ。やれやれ。これは避けられない。お任せを。ジー君、お願い。
私の番かしら。そうはさせないわ。任せて。みんな行くわよ。私の番ですね。僕の番だね。そこ。任せて。やっ。この調子でいくわよ。よし、やったわ。よし、やったわ。手こずらせてくれたわね。さてと、ここまでしたからには覚悟はできてるんでしょうね。やれやれ、優雅さに欠ける戦い方だな。仕方ない、私が手本を見せてあげよう。フラム、かがり火の炎が。エギーユ。お、まさか影ね。動けまい。君たちはダルモア市長の法上に驚いていたようだが、この程度の術、我々ならばアーティファクトに頼るまでもない。そんななんてうかつ。ジーク現れたな、小さきナイト君。君の騎士道精神には敬意を表するが、しばし動かないでいただこうか。クローディア姫、これであなたは私の虜だ。どのような気分かね。見くびらないでください。たとえこの身が囚われようと、心までは縛られない。私が私である限り、決して。そう、その目だよ。気高く清らかで、何者にも屈しない目。その輝きが何よりも欲しい。ふざけたこと抜かしてんじゃないわよ。このキテレツ仮面、クローゼから離れなさいっての。やれやれ、この仮面の美しさがわからないとは。君には美の何たるかが理解できていないようだな。これは失敬。いやー、君があまりにも初歩的な勘違いをしているのでね、つい罪のない微笑みがこぼれ落ちてしまったのだよ。ほう、面白い。私のどこが勘違いをしているというのかね。確かに僕も姫殿下の美しさを認めるにやぶさかではない。だがそれは君のちっぽけな美学で測れるものではないのさ。顔を洗って出直してきたまえ。ほう、なんという暴言。たかが旅の演奏家ごときが、どんな理由で我が美学を貶める。返答次第ではただでは済まさんぞ。ならばと、美とは何ぞや。何かと思えばバカバカしい。美とは気高さ、遥か高みで輝くこと。それ以外にどんな答えがあるというのだ。
少子、真の美、それは愛。何？愛するがゆえに人は美を感じる。愛なき美など虚しい幻に過ぎない。気高き者も卑しき者も愛があれば皆美しいのさ。小ざかしいことを。だが私に言わせれば、愛こそ虚ろにして幻想。人の感情などを経ずとも美は美として成立しうるのだ。そう、高き峰の頂に咲く花が人の目に触れずとも美しいように。むむ。ああ、一気に緊張感が。困りましたね。まさかこんなところで美をめぐる好敵手に出会うとは。演奏家、名前を何という？オリビエ・レンハイム。愛を求めて奉公する漂白の詩人にしてカリウドさ。その名前覚えておこう。あー、エステルちゃんたち見つけた。あんまり遅いから我慢できずに来ちゃった。ドロシー、いけません、早く逃げてください。おえ、あー、仮面をかぶった白い人。あなたが幽霊さんですね。いや、チーズ。うわっ、しびれが取れた。そうか、フラッシュで影が消えたのね。とんでもないお嬢さんだ。えへん、任せてくださいよ。何がすごいのか自分でも分かりませんけど。こんなに愉快な時間を過ごしたのは久しぶりだ。礼を言わせてもらうぞ、諸君。あなた、まだ何かやるつもり？今宵はこれで終わりにしよう。しかし諸君に関しては、認識を改める必要がありそうだ。さすが、漆黒の牙と共に行動していただけのことはある。漆黒の牙、まさかヨシアさんのことですか？彼とは窮地の中でね。最初に君たちを観察し始めたのは彼の姿を見かけたからなのだよ。全ての記憶を取り戻したようだが、今はどこでどうしていることやら。あ、まさか。さらばだ、諸君。計画は始まったばかり。せいぜい気を抜かぬがよかろう。それとは別に、私は私なりの方法で君たちに挑戦させてもらうつもりだ。楽しみにしていたまえ。消えた。信じられません。うわー、なんだか手品みたいですね。なかなかやるじゃないか。これは僕の方も好敵手と認めざるを得ないね。そういう問題じゃないってば。キテレツな格好はともかく、あいつ波の強さじゃないわ。そうね、見くらう蛇、予想以上に手強そうだわ。そうか、ご苦労だったね。見くらう蛇。カシウスさんに話を聞いた時は正直半信半疑だったが、とりあえず今回の調査の報酬を渡すよ。まさかこんな形になるとは思わなかったけどね。この調子で次の依頼も頑張るわよ。
調査結果はすぐに王国軍に報告しておこう。アチラさんも相当情報を欲しがっていたからね。ええ、頼んだわ。あの投影装置を考えると相当な規模の組織かもしれない。しかもゴスペルをまた持ち出してくるなんて。どうやら結社の目的は新しいゴスペルを使った実験をすることにあったようだね。幽霊騒ぎは趣味のいった実験結果でしかなかったようだ。怪盗ブルブラン、あいつ自分のことを執行者って呼んでたよね。おそらく結社のエージェント的な存在だろうね。察するに例のロランス少尉も同じような立場だったんだろう。エステルさん、あの、うん、分かってる。漆黒の牙、あの日ヨシアは自分のことをそんな風に呼んでいたから、多分ヨシアもその執行者だったんだと思う。初めて会った時から普通じゃないと思ったけど、まさかあの年であの怪盗男と同格だったなんて。多分あの子自分の実力を隠していたのかもしれないわね。うん、そうかもね。えジャンさん。なんだい。あの怪盗男、結社の計画が始まったばかりだって言ってた。多分リベールの各地でいろいろしでかすつもりだと思うの。他の地方支部から何か情報は入ってきてないかな。目立った情報は入ってないね。ただエステル君の言う通り、結社が各地で暗躍を始めている可能性は極めて高いと思う。幽霊騒ぎも一段落ついたし、他の地方に移った方がいいかもね。そうね、私もそう思ってたところよ。どこか手薄な支部はある？強いて言うならサイス支部だと思う。常駐のグンドルフさんがオート方面に出かけたらしくてね。かなり大変な状況らしい。だったら私たちが手伝いに行った方が良さそうね。でもルーアン支部は大丈夫？実はボース支部のスティングさんが数日後にこっちに来てくれるんだ。それまではメルツ君一人になんとかしのいでもらうとするさ。そうだ、サイスに着いたらラッセル博士を訪ねた方がいいね。新たなゴスペルの一件は博士の知恵を借りた方が良さそうだ。うん、確かにそうかも。ティータとも会いたいし、すぐに工房を訪ねてみるわ。それでは準備ができたら早速飛行場に行くとしよう。ジャン君、乗船券を4枚手配してくれたまえ。え？いきなり仕切って何ズーズーしいこと言ってんのよ。って4枚？エステル君とシェラ君、そしてこの僕と姫殿下の分に決まっているだろう。あ、あんですって？そんな気はしてたけど、この先もついてくるつもりなの？ヨシア君を探すのは愛の狩人たる僕の使命でもある。新たな好敵士とも巡り会えたし、同行する理由は十分だと思うけどね。ん？あんたのたわけた理由はともかく、クローゼまで一緒に巻き込むんじゃないわよ。いえ、実は私も同じことをお願いしようと思っていました。え？リベールで暗躍を始めた得体の知れぬ結社の存在、王位継承権を持つ者として放っておくわけにはいきません。それに何よりもエステルさんとヨシアさんの力になりたいんです。クローゼ、でも学園の授業はどうするの？実は今朝コリンズ学園長に休学届を出してしまいました。試験の成績も問題ありませんし、進級に必要な単位も取っています。ジルとハンス君にも相談したら行ってくるといいって。いつの間に思い切りのいいお姫様ね。すみません、押しかけるような真似をして。あの、ダメでしょうか？ダメなわけないじゃない。そういうことなら遠慮なく協力してもらうわ。シェラネーもいいよね？ええ、もちろんよ。アーツにしてもジーク君にしても姫様がいるといろいろ助かるしね。よかった、ありがとうございます。エステルさん、シェラザードさん。なんといっても赤騎士と青騎士の仲だもんね。一緒に協力して行方不明のお姫様を探すことにしましょう。あ、はい、そうですね。
それじゃあ僕は黒髪の姫に強引に迫ろうとする隣国の王子という設定で。勝手に役を増やすな。話がまとまって何よりだね。しかしそういうことならお二人を協力員という立場で扱わせてもらった方が良さそうだ。そうすればギルドとしても経費面などで便宜が図れるからね。はい、それでお願いします。誠心誠意愛を込めて協力させてもらうよ。